この試合トゥルーオーフォースタイムからの試合のビートは DJ ウヨジンキになります。それではビートを使ってください。ビートはこちら。ではじゃんけんの方お願いいたします。はい、これでしょ。ここでそれでは参ります。発祥節3本勝負です。先行トゥルーオーフォース高校向かで DJ ウヨジンキレディーファイン。使いまわしとサンプリングばっか、そんなバスケ俺に勝てると思うな。後ろ追いかけるムカデ競争、なんだ俺に勝つことは深く出る要素。わからつけるということだ、ハウルけどかけなく決めるようなバスよ。深く出る要素ルーザイベストホルト、白に変える週間天気予報。俺が多い使い回し、でもムカデはブブエンジ蓋しまくり。あ、つまりはずっと帯すむし、俺はドセンスプラスの多い主義。はい、わかってない、お前みたいな雑魚。あ、時にライフはショー、楽しみもないと意味がないだろ。フロー楽しんでるだけ、お前みたいなアンサーねえやつには俺は要はね。Yeah、 俺もお前と一緒楽しむ、ちゃんとガソリンスタンドに入れるランボルギーニディアブロ。ブンブン言ったことに返って車ベルファイヤー、滑らないラップのスタッドレスタイヤ。そういう感覚だぜよ、どっちがやばいか決めようぜ。ここで戦う滑らない、俺には夢がないんじゃなくてある。GTR 見たく飛び立つ。あい飽きたよこういう飯、俺こういう飯の補充でいい。じゃあ俺の前ではどうするべき、まずは膝まずいてほぐく全身。負けるわけがねえ、お前みたいなカス、どうせいいんでしか返せねえ。それはアンサーじゃねえ、これは脅しじゃねえ、落とし前。っていうか相手トゥルーオーフォース、 MRJ にお呼びじゃねえよ。じゃあ俺がトゥルーオーフォース、ここで決める、まるでウルトラソウルだぜ。そういう感覚だぜ、ゴムネズミではないか、こいつここで突然死するだけだぜ。どちらが勝つかだろう、生き残るのどっちかって話だろう。いや、お呼びじゃねえんじゃねえんだよ、やりに来てるバカで言われたチームを貫くのがヒップホップだ。それがヒップホップ、お前自分の名前言われて踏むのがヒップホップなら俺はとっくにこのゲームから降りる。意味が分かってない、フリースタイルやってるだけ、なんでお前インフルだけなのにそんなガツガツ取れんだよ。マジわけわかんねえ。あ、やるときやること分かってる、ヤンキャッシュヤンキャッシュ掴みまくり、だから段階は踏まず降りてフライ、トギリが上がるキックのプライス、いつになれば増える、こんなタイプ言うまけ IGMRI。シルフです。それでは聞いていきます。先行トゥルーオーフォース、ここムカデ、勝負ムカデです。トゥルーオーフォースに負けなくちゃお願いします。ムカデあと2試合後にやるから、その辺にいて。